よし、おはようございます。カイチです。では、今日もですね、ルンテラやっていこうと思います。ゴーハードでマスター目指します。昨日、2まで行ったんで、まあ単純計算で今日1まで行ければ、とりあえずはいいかなと思うんですけど、まあそうはならないでしょう。うーふふわ。これまた超絶苦手なフィオラデッキだな。ワード2枚。復讐、いいね。いや、復讐いいんだけどね。拒絶されるだろうな。でも、キープかな。濃密最初はパスばっかだと思うんだけど。2段目こいつ出すかどうか迷うな。出すか。ピオラ出るなよ、出るなよ。よし。アタックでいいかな。多分ピオラは出ないでしょ。で、エイトを出してしまうとピオラが出てくるんで、パスでいいかな。これパスしてなんかダウンサイドあるかな。これで被害引く確率の方が高いので、手元にゴーハード2枚あるから被害引ければいいかな。ピオラ出てきてアタックされても被害で逃げれるんで、そうするか。さすがにここでパスバックするのはね。一応一発撃っとこうかな。打たんくていいかな。でも打つと、とりあえずなんかバフらせないと、こっちに攻撃できなくなるんで、カードを使ってくれるんですよね。まあ多分警戒網かなんか使って殴りに来るんじゃないかなと思うんだけど、それを彼岸で回避しようかな。で、多分、彼岸打ったら、まあ、果たし合いだろうね。はい。と、まあ、テンプレ通りの動きだね。まあ、重要なのは、相手に結構カードを使ってもらったってところなんだけど、次がラウンド6でしょ。スペルマナ合わせて7マナあるんで、復讐をぶち込めるっちゃぶち込める。けどその前にゴールドカード打とうかな。俺も混ぜてくれよ。まあ何かしら保護するでしょう。受けて、そして切る。ナイス。これは普通のリポスト？普通のリポストね。多分バリア解除されるんで、果たし合いは打ってこないと思うんだけど。これはいい流れだな。どうしような。ゴーハード打つ価値があるかどうか。別に打っても問題ないっちゃ問題ないな。次ラウンド7でしょ？次ラウンド7。まあ、ダメダメとかで拒絶される可能性はあるかな。通ったね。アタック。9マナ向こうはあるんで、シスリアか。シスリアに復讐はありだね。スペルマナ3つしかないので拒絶できますわん。
ピオラも巻き込もうと思ったら破滅でいいんだけど、どっちがいいかな。破滅を打つタイミング後で来るかな。復讐にします。うん、これ一発撃っとくと、ゴーハードのコピーはデッキに入るんで、ドローでゴーハード引きやすくなるんだけど、次のターンでこれでケグ出して2ポイントダメージをこの子に与えるっていう方が多分プレッシャーになるかな。キトゥー普通にキトゥーということで、これ打った後バックヤバックが打てますと。作戦通りとりあえずケグ出してからのゴーハードゥー。相手手札6枚もあるんで、何かしらできるでしょう。もうあと1マナあればね、復讐も打てるんだけど。1回目の拒絶か。これでバックヤバックにならなくなりました。さあ高価な拒絶魔法まだあるかな。ダメダメじゃなかったところはポイントだよね。拒絶しか打てなかったと。2枚あるかな。よし、2枚使わせたな。これはでかい。殴っていい気がするな。バフらせられるかな。警戒も、警戒もあるよな。レベルが上がっちゃうんだよね。うん、そうか、復讐と残虐両方打てないんで、復讐だな。レドロスからの残虐は必要なので、まあ3枚目の途絶があるんだったら使ってもらおうかな。やつらを見ろ、なんということだ。これ以上クリスマスはしない。私はコナツと共に。何気にね、フェイトがいい感じでレベル上がれそうなんだよね。相手手札4枚あるんで、リポストの可能性は十分にあるね。拒絶待ってる可能性十分にあります。なんで残虐打つよりは破滅でいいかな。よし、これで4枚いきました。生き残ればいい。助手はどこだい。
よいしょ。残虐って終わりだな。一応おまけでゴハード打っとこうか。これでパックやワックを引いても面白いね。綺麗に決まってた。オッケー。鍛えた。